ただいま。イースエイト、ラクリワサオグ、ターナ、やっていこう。ということで、パートとパートの合間に必死に頑張って、私は、あれ、なんで開いた？なんで勝手に開いた？ギルゴールを先生が犯人じゃないという証拠を集めようと、必死になって、夜も徹夜しながら、頑張って駆けずり回った結果、彼が犯人です。はい。本日のラクリモサの意味は、キルゴールは犯人、犯人はキルゴール、やっていこう。はい、ということで、キルゴール先生が犯人と思われるというところからですね。さーて、待ちに待った大物取りだな。こんな島まで来たんだ、絶対に逃がしやしねえ。よし、アドル、やつを探すとしようぜ。うん、ドギー、すべてが終わるまでこのことは伏せておいてくれないか。伏せておいてくれたまえ。何よりも皆さんの安全が優先だ。ここは任せたぞ。おう、勝手でさ。アドル、俺は先生が戻ってきた場合に備えてここで待機しておく。くれぐれも気をつけるよ。ドギーの強さが分かんねえな。すぐ待機しちゃうからだけど、迎撃戦では一番強い気がね。先生ですか。あれ、おかしいですね。さっきまで診療所にいましたが。あの、先生がどうかしたんですか。何、個人的な思いとしてはこいつが犯人だと思ってるこいつが仕込んだと思ってるけどな。あら、ギルゴール先生は一体どちらへ。アドルさんたちはお見かけしましたか。うん、サハド、どうした。急にサハドがやる気出しちゃったな。シスターにミラルダさん、ギルゴール先生、そういえば診療所にはいないみたいだけど。で、まさか そんな本当に。察しがついちゃったよ。ミラダさん察しが良すぎて言ってない気がついちゃって。ヒュンメル、いるじゃねえかお前。その様子から察するに犯人の目星でもついたのか。相手は闇の世界でも有名な殺人鬼。手伝ってやることはできんが、せいぜい気をつけることだ。ああ、闇の世界でも有名か。ギルゴール先生、今日はまだ見かけてないけど、うん、まさか。とにかくこちらも気をつけるわ。あなたたちも気をつけてね。ていうか、女性陣っていうか全員の察しが良すぎてバレバレなんですけど。ちょっと待って、話しかけに行くと全員に言いふらしてみたいになってるんだけど俺が。どういうこと。あろ、とうとう犯人見つけたか。だったら早く捕まえろ。パロ、なんか正面から見た顔違った気がしたんだけど、グラフィック違わなかった、気のせいかな。ってことはこの流れだとアリスン先生も気づいてしまうということか。舌が痛い口内炎が痛い。痛いからすごく喋りたいけど我慢してるキルゴール先生ですか。いえ、休息所の方には来ていませんけど。先生がどうかされたんですか。うん、うん、ねえ、見せてなかったけどさ、関係ないんだけどさ、アリスンちゃん可愛いじゃん。めっちゃ美人さんやん。こうやって見ると人妻感すごいよね。アリスンちゃんの人妻感がすごい感じだけどね。で、カトリーン様ね。カトリーン様かっこいいよね。で、シスターね。シスター。シスターも可愛い。シスターは割と、なんか 3D モデリングと近いとこあるよね。で、ディナちゃんね。ディナちゃんちょっとなんか、賭博師みたいな感じになってるね。で、エアランがちょっとかっこいい感じ。で、レイヤーはレイヤーですね。で、見てこれ、ミラルダさんなんか違うよ。なんか違うんだけど、ミラルダさんの人妻感はあるけどなんか違うんだよな。あ、リスト初めて見るな。リストも一応あるってことはいいのかな。で、ハシビラ様ね。ハシビラ様
変わらん教科は個人個人の枠に移動してしまった。ついに好感度イベントまだなんかもう一個あったんだけど、どうやってやったらよかったのよそれ。どうなのかなそれそっか、そういう感じか。さあじゃあこれで全員話聞いた？違う、レイヤーの話聞いてないか。じゃあレイヤーのとこまで飛びますね。もうなんか喉が痛いのがよくわからない喉が痛いのか舌がなんか激痛を発しているのか、口内炎でよくわかんないんだけどな口内炎っていうかなんかもうねえ、なんかこう電流走る感じあれなんだけど大丈夫かこれ。どっちが痛いのかよくわかんないんだけどな。キルゴール先生、こっちには来てねえけどどうかしたのかよ。うん、オッケー。レイヤーはあんまり気づく感じないね。どうぞ。モキモキピキー。モキモキは気づいてるっぽいな。モキモキは最初から未来が見えているっぽいな。ハシビロ様はぐー魚よこせキルゴールでもかみたいな感じの顔してるんで、ハシビロ様も気づいてるという感じですね。ああそっか、アドル早くキルゴール先生を探しましょう。おう、まだ村の中にいるはずだ、急ぐとしようぜ。そっか、村の外に行ったんじゃなくて中にいるのかこれ。え、どこ、可能性あるとすれば上か、上から皆の下々の民を見ている的な。ないか。え、隠れれる場所なんかある、村に。え、あそこか、そういうことか。隠れれるとすればこっちのあの場所ってこと、あの一番初めに行ったダンジョン、あそこぐらいしかないよね。他だってみんないるもんね。でもアリスちゃん来てないって言ったんだけどな。ここか、なつってる、獣気配を感じる。今は入るのやめておこう。なんでだよなんで違うのかよ。あー、行けなくなってる、飛ぶこともできなくなってる。じゃあどこにいるの他。マジか、探し出せってこと。探すか。おい、なんかいけないことに気づいてしまったんだけど俺いけないことに気づいちゃったんだけど、女子部屋なんだけど、まず雑魚寝が3つ、ベッドが2つで、うちのグループにいる女子メンバーなんだけど、ラクシャちゃん、待って、メモで見た方がいいか、ここなんだけど、ラクシャでしょ、1 2 3 4 5 6、ハブられてる誰かハブられてる、誰かハブられてるぞ。誰だこれ、誰がハブられてるんだ。寝床がない、寝床がないぞ。女子ドロドロしてんね、ラクシャちゃん。女性陣の中でもそういうこと怒ってんのね、ラクシャちゃん。なんでこっち向かないのね、なんでこっち視線合わせようとしないの、アドルト。なんでそっち向くだよラクシャ、お前主犯格じゃねえだろうな。あんな仲良さそうな女性陣の中でも圧力が生まれてんのこれ、どうだしてんのうわー、嫌なこと息づいちゃった。調査で男子はどうなってんだこれ。これはアドルとして9人いるんだけどさ、足りないんだよ明らかに明らかに足りねえんだけど。おい、どうなってんだよ、5個しかねえよ。あと4人、どうなってんだよ。あと4人ここか、椅子の上で突っ伏して寝てんのか、そういうことなのか。うわー、でも男子はそれでもありかもしれんな。女子部屋いじめが行われてるのか、どうなってんだこれ。いや、なんか普通にいたわ普通にいたわ、あの殺人鬼普通にいたんだけど、それキルゴールさんよりも女子部屋のことの方がちょっと衝撃的だったんだけどお前のベッドねえからっていう状態だったんだけど誰だよ、いじめられてんの。アドル君じゃないですか、まだ白を切るんですか。どうしたんですか、そんなに神妙な顔をして。犯人は必ず崖に来ると決まってるんですよ。またどなたか、土曜ワイド劇場で。逃げられないぞキルゴール先生、今日はいい天気だな。仲良くない人と会話する時のやつ。神様に感謝しなきゃな。なんせこの後あんたと組み合ってもびしょびしょに濡れずに済みそうだ。
これはこれはエアランさん、戦場で待ち合わせをしていたお仲間にはお会いできました。じゃあもう完全に裏切る者なのか。そうなのか。今エアランはびしょびしょだろうな、漏らしてんだろうなエアラン画面外に行くとちびるタイプだからな。ベル、やっぱり同僚をバラしやがったのは貴様か。同僚をバラしやがったか、キルゴール。まあ名前的にね。いや、名無しの切れ先ま本当に本当にか先生は。でもどうしてなのです。人をね、治すのと傷つけるのは同じだって僕は気づいたんですよ。たくさんの人を肌を縫い合わせながら戦場では縫っても縫っても、死人が回ってくる、怪我人が回ってくる、僕は気づいたんです。だったら怪我人を殺してあげるのが本当の治療じゃないかって。いやいや、美しきカナ、少し前までお互いの顔も見知らなかった漂流者たち、そのあなたたちが生き抜くために育んできた意志の力や結束力、やはり美しいと言わざるを得ない。何が言いてんだ。しかしこうも言えませんか、恐竜という異常な状況や僕の脅威なくしてその美しさは生まれなかったと。え、君の脅威は別にいらなかったけど。そんなこと耳を貸す必要はねえ。こいつはただの殺人鬼だ。キルゴール先生、どうか投降していただきたい。ここが無人島である以上、あなたにもはや逃げ場はありません。おや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 、船長、おかしなことを言いますね。僕に逃げ場がないということは、あなたたちにも逃げ場はないということです。どうした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 、エドワード・ユリリックだったのか。どうしたちゃんと、早っ僕は世に必要とされるべき存在、邪険にされるのは心外です。いや待って待って、足が速いのは置いとこう、足が速いのはいいとしよう。そこはとりあえずサハド、いつまでお前目を追ってんだ。いやちょ、それはいいとしよう。なんで地面に錬成陣出しで地震みたいな起こしたの。え、何、浮いたよ。確かにこの世界、高いところから落ちてもダメージ受けてないけどさ。しまった、逃げられちまったか。アドル、すぐに彼を追跡してもらいたい。パロ、ハシビロ様じゃないよね。呼んだかつってハシビロ様来ないよね。パロ、耳いいね。パロ、空からキルゴール先生を追い、居場所をアドルに伝えるのだ。了解。キルゴール、どこにいるか教えてやる。頼んだぞ。これ、キルゴール先生移動しながらかな、もしかして。アドル、パロが先生の逃走経路を案内してくれるだ。君たちは、それに従って先発してくれ。なるほどな。さすがバルバロス船長だ。エアラン殿、私たちもドギに五時を任せたら後を追います。そりゃあいいが、怪我は大丈夫なのかよ。ええ、どうやらここが正念場のようです。第2章なんですけど、まだ今彼を逃がして潜伏されると後により大きな脅威となるでしょう。ドギたちには村を守ってもらい、この人たち、この人員で全力でことに当たるべきです。わかりました。くれぐれも無理をなさらないでください。アドル、
相手はあの七氏だ。油断するんじゃねえぞ。お前味方みたいな感じになってるけど、まだ疑ってるからな。お前あんま信用してないんですけど。太郎教えてくんないの。うわ、飛べなくなってるし、水晶で飛べなくなってる。厄介だなこれ。マジか、そういう感じか。あ、これみんなのセリフ変わってる。先生走ってったよ。状況はなんとなく把握したわ。あ、分かってんだ。犯人が誰であれこのまま放っておくことはできないでしょう。あなたたちどうかよろしく頼んだわよ。この武器を使いなさい。伝説の剣を手に入れたみたいな、そういうのない。ないっすか。ユメル行くぞ。今走り去っていったのはもしかすると診療所の医者か。大した身のこなしだったが、やつが七死というわけか。お前たちが追うなら邪魔をされずに済みそうだな。こちらの話だ。今のは忘れてくれて構わない。どういうこと。お前もギルゴール先生追ってんの。結構わかんないね今のはず。くそ、憂いとしたことが。取り押さえ損ねちまったぜ。アドル、先生は外に逃げた。すぐに追ってくれ。あの身のこなしただものじゃねえ。十分気をつける。さっき誰かがすごい勢いで、あれはギルゴール先生。どこで鍛えたの人。一体何が起きているっていうんです。人質を取らないあたりギルゴール先生は強いんだな。大概なんかミラルダさんとか人質に取りそうなんだけどな、タイミング的には。シスターとか。俺は船長と後を。お前らは先行け。油断するんじゃねえぞ。こっち向いて、こっち向いて。皆さんを一箇所に集め、絶対に動かぬように。アドルたちとすぐに戻る。こちらは任したぞ。合点だ、はい、まさか先生が切り裂き魔。みんなにバレてんじゃん。神よ、なぜ先生はこのような非道。戦国の神でもわからんか、ミラルダさん。今走っていったのって本当にギルゴール先生だの。先生があんな風に動けたなんて。でまさか先生が切り裂き魔だったっていうの。そんな信じられない。それよりいじめっ子の主犯格誰ですかね。いじめっ子の主犯格は誰ですか。そして誰をいじめてるんですか。うちの落車じゃねえだろうな。うちの落車をいじめてるわけじゃねえだろうな。全員可愛いからな。今んとこ俺の中で一番女の子の中で順位的に低いのはシスターなんだけどな。それ以外の子は結構順位高いんだからな。ねえ、アリスの先生。なんだか外が騒がしいようですが、犯人が見つかってこれから追うところなんですか。皆さんどうかくれぐれも気をつけてくださいね。いざとなれば私が右手の拳を振るいますから、いつでも言ってください。そういうアピールね。じゃあこれで全員に話したかな。違う、パロに話してない。じゃあパロは出発してんのか。すでに上空から 俺たちをサポートしてくれるのか。そっか、パロいないよね。いないね、ちゃんといなくなってる。オッケー、じゃあ行きましょうかの前にちょっとセーブとかもろもろさせてください。さあどうなる。走っていくよね。パロ教えて。キルゴール、東あっちね。ありがとう。あ、どうやら先生は東へ向かったみたいだな。アドル、急いで追いましょう。 BGM 最高だな。やっぱ通常マップで使っていい BGM ではないな。やはり完全に冒険が始まる感じがするな。さあ東か。とりあえず道中はカットしますか。じゃあ見つかるところまでカットです。さあめちゃくちゃ近かった。別にカットするほどでもなかったな。アドルが一番最初に流れ着いた海岸ですね。ラクシャちゃんのプリケツが気になるな。やっぱり七種の野郎はまだ見つけられていません。今パロが追っていると思うのですが。
戻ってきたみてえだな。さあどこにいる。女の子発見。女の子。どうした？どうした？メスオウムが気になってしまったか。女の子ですか？ラクシャちゃんのこと。一体何のことだ？ダーナちゃんか？もしかして。上に倒れてる。あれは。どれ？ん？わあ！船長の娘みたいに思えた人。船長の娘じゃないんだよね、あの感じ。2歳って言ったし。誰か倒れています。今晩のご飯だって集まってんな。まだ幼い少女のようですが。こんな状況でかよ。いかん、あれじゃ獣の餌食だぜ。これ以上の犠牲は。早いな、サハドが早いな。大丈夫か、なんか罠じゃないよな。はい、今サハドだね。船長どうやったんですか。バカだ。ああ、よかった。足持ってかれるのかと思った。怖かった、今の。よかった。船長殿。切られた程度で済んだか、切断されなかったか。うーわー、そういう罠か。足を気をつけてください。どうやら、七種の罠のよう。剣を前に立てて歩かないといけないか。近くにいるのか。性格変わったな。だいぶ変わったな、お前。ふらふらさまよっていたガキを捕まえておいて正解でしたよ。ああこの子は大鳥か。なんて卑劣な。人の風上にも置けません。風上だお前たちに言う人とは何だ。戦って死んだ人間の上に立っている奴らのことを言うのか。なあ貴族様よ、ロズエル家の娘。どんどんキャラが続悪になっていく。キルゴール先生、見たところ大腿部の動脈を切断した可能性があります。これは大量出血ですね。すぐに手当てしても助かるかどうか。どうか、蘇生薬使おうぜ。そんなこれで4コアドルが生まれるのか。はい、キルゴール先生を、ナナシを捕まえてくれ。船長殿、先の失血も手伝って気を失ってしまったようですね。カーラン卿に続き二人目ですか。誰だカーラン卿って。ムニエル公のことかそれでは僕はこれで失礼させてもらいますよ。自分の仕掛けた罠でグハッとなったりしないかな、こういう。しまった、ワイヤーがこんなところにもっていう。ちょっと待って、ラクシャちゃん、なんでワイヤー貫通して通れるの。ラクシャちゃん、ワイヤーちょっと待って、ワイヤーあるんでしょ、ここ。なんでみんな通れるようになってんの。いつか一周したの、ワイヤーを。バルバロス、痛そう。バルバロス、かわいそう。ヒルゴール、でかい。ヒルゴールを倒せ。バロ怖い。どうにか止血しねえと。何してやる、奴を追え。ここまでの苦労が無駄になっちまうだろうが。この角度から気を失っている。こっちは失っている。そっくりだな。やっぱ娘じゃねえかこれ。娘じゃねえか。あそこうようよしてんな。あー、そっか。じゃあ追います。動画時間どうか。わー、やべえ、なさい。船長が危ないでしょうが。船長危ないから。あー、気づかれた。じゃあどうしよう時間確認して次パートにするかどうかちょっと決めますね。ちょっと時間確認します。